アイスクリームコーンは、塩水系の乾燥したペーストリーで、通常ワッフルの生地に似たウエハースで作られる。これによって、アイスクリームを手でそのまま握ることができ、ボウルやスプーンなしでも食べることができる。コーンは、塩水系を意味している。なおトウモロコシが原料だと誤解されることもあるが、ウエハースの材料に、トウモロコシは通常用いない。アイスクリームコーンは、英語圏では、 ポークやコルネットとも呼ばれる。アイスクリームコーンには様々な種類がある。ワッフルコーン、ケーキコーン、プレッツェルコーン、シュガーコーン、チョコレート塗りコーンなどである。2杯のアイスクリームを左右に並べて食べることができる。ダブルコーンも様々な種類が存在する。また、支えなしでも置くことができるよう、そこが平らになっているタイプもある。平底タイプのコーンは、キディカップ。 ケーキコーン、クールカップなどと呼ばれる。英国とアイルランドでは、アイスクリームにキャドベリーズチョコレートフレークという、チョコレートバーを差し込んだバニラアイスクリームコーンを99という。食べられるコーンは、1825年にはすでにフランスの料理本で紹介されており、ジュリアン・アルシャンボーが小さなワッフルから、どのようにコーンを巻くことができるかを記述している。 食べられるコーンは他にも1888年にイングランドのアグネス・ビー・マーシャルによって書かれた A ・ B ・マーシャル夫人の料理本で紹介されている。彼女によるコルネットとクリームのレシピではコルネットはアーモンドで作る。型押しをするのではなくオーブンで焼くとある。アメリカ合衆国においてアイスクリームコーンは20世紀最初の10年間で普及した。 1904年12月13日、ニューヨークのイタロ・マーチオニーのアイスクリームを保持するためのペーストリーカップを作るための方は、米国の特許74万6971で認められている。マーチオニーは、1896年から食用の菓子の入れ物に入れたアイスクリームを売っていると主張したが、マーチオニーの特許は公うに及んでおらず、 コーンメーカーを特許侵害で訴えた訴訟で敗北している。ミズーリ州セントルイスで1904年に行われたセントルイス万博ではバナーバター製造所のオーナー、ジョージバングがアイスクリームを売った。伝えられるところによれば彼はボールを使い果たし、その代わりとして巻いたワッフルを用いた。セントルイス万博での最初にワッフルを作った人物として アーネスト・エイ・ハムウィの名が挙げられることもある。アイスクリームコーンは、最初、厚く薄いウエハースを手で巻いて作られていた。1912年、オレゴン州ポートランドの発明家である、フレデリック・ブラックマンが、コーンを巻くための機械の特許を取った。彼の会社は1928年に、ナビスコに売却され、2012年時点でも、アイスクリームを生産している。 ベンジェリーズのような独立したアイスクリームメーカーは独自のコーンを作っている。ペンシルバニア州ハーミティジで1918年に創業したジョイアイスクリームコーンカンパニーは一般消費者向けとともにレストランに販売するための業務用アイスクリームコーンを焼くようになり大量生産を開始した。この会社は年間15億のアイスクリームコーンを扱い 2012年時点で世界最大のアイスクリームコーンメーカーだと言われている。日本では費用が採用手であり、国内シェアは約7割である。1928年、テキサス州フォートワースのジェティス・トゥービー・パーカーは、食料を品店の冷凍庫で保存することができる、冷凍アイスクリームと一体型のアイスクリームコーンを開発した。彼はこの商品を市場に出すため、 1931年にドラムスティック社を設立した。ドラムスティック社は1991年にネスレによって買収された。2012年10月時点でネスレはドラムスティックブランドのアイスを8種類の味で販売している。1959年ナポリに本社を置くイタリアのアイスクリームメーカーであるスピカ社はワッフルコーンの内側に油、砂糖、 チョコレートの層を作ることでアイスクリームとコーンとを隔離する製法を開発した。スピカ社は1960年にコルネットの名で商標登録している。当初の売り上げは伸び悩んだが1976年にユニリーバがスピカ社を吸収合併するとヨーロッパ各地でコルネットの大量販売キャンペーンを始めた。コルネットは現在でも 1979年、デイビッド・ワインスタインによって考案された新しい放送方法により、アイスクリーム・コーンの輸送はより簡単になった。ワインスタインの考案は、アイスクリーム・コーンをパラフィン紙で包むことをできるようにするものである。これにより、放送紙が輸送中に外れたりコーンにくっついたりすることを防ぎ、コーンをより衛生的に保つことができるようになった。 ありがとうございます。